コーリングって言ってわかりますかね、皆さん。ホラーゲームなんですけどね。そういう、コーリングっていうゲームも、なんか、外がなかったんですよね。怖かったな、あれは。じゃあ、ここなんか。ああ、やだー、こういう系やだー。なんかいる。これ何？これ何？空いてるここだけ。お、なんかある。なんだ？生徒は所定の座席に着くように。所定の座席？あー。びっくりした。掃除用具が適当に放り込まれて。よい子ちゃんの所定の席ってどこなの？最初、所定の席つかなかったらこいつらなんか、お化けな、襲ってくんの？さっき名前書いてたのここだったけど、ダメかな？なんか怖いからもうちょっと調べてからにしよう。あ、黒板。なんもない？あ、座席表じゃん。枕だっけ？枕さんは？いない。足立、伊藤、大高、木沢、霧島、小石川、斎藤、竹中さん二人いるんだ。中島、羽田、松井、三島、毛利、山口。渡らせってかっこいい、なんか。これは、あれか？出席順とかってこと？足立伊藤だから、枕だから、中島、羽田、松井の前、羽田さんのとこだ。左から2番目の、後ろから2番目だ、多分。でも、羽田さんいるしな。すごいカクカクする。なんでなんでなんで。失礼します。ああ、よかった。合ってた。なになになに？なに？怖いんだけど、ちょっとセーブ。ちょっと待ってね。今日の日直、職員室にプリントを取りに行ってくれないか？あ、職員室の鍵。はい、行ってきます。セーブしてから。ちょっとセーブしに行こう。なんかセーブ権安全みたいなとこあるからね。にしてもすごいカクカクする。やだ。ここはカクカクしないんだけどな。なんでかな。よし。ちょっと職員室行こうか。どこだ？ここか？こっちなんもないの？あ、こっち、あれか。ダメなとこか。鍵かかってる。あ、ここは、どこなんだ？ここに鍵使うの？あ、なんか、お。鍵。あ、3番。3。あ、開いた。失礼しまーす。あ、プリントこれ？じゃあちょっともらうよ。持っていくことにした。あ、プリント手に入れた。よーし！なーに？ああ！だって何かが。怖い、なになになに？なになになに？どうしたらいいの？これ。超怖いんだけど、目玉ついてんじゃん。なんとか小学校年始。小学校の名称だけが血のようなもので塗りつぶされて判別できない。あ、ここ小学校なんだ。
そして 1908X 年で年始は終わっている。この年で廃校になった。ここダメなとこじゃん。怖いんだけど。廃校になったとこに来てるわけ？うわ、別に何もない。学校だより、廊下を走るなとは言わないが、以下のことを注意するように。なんだ？視界が狭くなる。目の前の穴に落ちる。はい。掲示板だ。変な学校。ちょっと触ってみよっか。あれ、触れないじゃん。ダメだ、触れなかった。セーブしよう。なんかずっとこの音鳴ってんのすごい嫌なんだけど。よし。OK。あれ？びっくりした。先生、なんかプリントが、目玉、なんかいる？ああ、やだやだやだ、怖っ。先生、プリントなんですけど、目玉が、ん？数が足りないぞ。まあいいか。明日は修学旅行なわけだが。おう、いいんだ。なになになに？ああ、なんかいる。この子誰だろう。あなた、よくもまあ。そう、よい子ちゃんっていうの。私は、座席表を見ればわかるわね。三島圭。未練があって定期的に夢を見るのよ。なんだそれ。来てるってことか、好んで。ゲームセーブは複数箇所用意しておくことをお勧めするわ。それは唐突にゲームオーバーになるというのもあるし、後になってその時に言動を再確認できるというのもあるのよ。なんか大人びた小学生だね。私は教室から出ないし、起きるまでいつもじーっとしているわ。そうなの？あれ？ヒント係ってことか。ありがとう、ケイちゃん。ケイちゃんも小学生？よし。大丈夫？背中に何かが刺さって死んでる。怖いよ。怖？男子便所。こっちは？あ、入れた。あれ？あーなこさん。誰かいる。はなこさん？はなこさん。ちょっと、愛しのはなこさん探してんだよ。邪魔しないでくれ。ごめんね。はなこさん。見事に箒が刺さっている。箒って刺さるんだ。壊れてるんで使用禁止らしい。あ、猫さん、いません？あー、なこさん、いない。なこさーん、いない。あー、なこさん、いない。花子さんいないじゃん。なんだ。かわいい花子さんが見られると思ってたのに、いなかったや。でもあの人多分男だよね。でも花子さん。あ、すいません。なんか男子便所ですけど入っちゃいます。あ、女子には一生縁のないもの。そうね。女子こんなの使わないよね。